まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。いやもうさすがに終わりでいいよ。疲れた。あーめんどくせえ。もう何回やる。夜が来ました。目を閉じてください。何回やる。もう一応はい、もう眠ります。適当によって最後一応、まあ、せっかくだし、みんな集まったんで。取られたとしても。失敗かけてるんで。この通りの。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。必要ないです。もうトップバッターなんでね、もう俺はもうフットワークを軽くいきたいかなと。ガチガチな目も通る人とかもおると思うけど、寝起きやし、なんなら寝起きやしみたいなのはそこまで深く考えられへんしっていう感じやから、フットワークを軽くね、軽くこう柔軟に考えていきたいな、的なテキーラですねって感じかな。天気もいいしね、今日は天候もいいし晴れてるし、狼を誘う的なノリでまあ行こうかなって、まあ、的なノリもあるけど、まあ白要素も取りつつみたいな、白圧迫も強いかもしれないしって話やし、まあ怪しいところはフットワークこう軽くね、はい、聞いていきたいかなと。だからあんまりもう村同士の戦い は結論言いたいことはもうしないようにやっていきたいかなって感じかなって感じかな。別に黒塗りされたから黒く見るとかじゃなく、みたいな。っていうところ、要素をちゃんと、こう軽く思考録をせずやっていきたいなと思う所存でございます。はい、4番さんどうぞ。4番のプレイヤーは発言してください。もう3番の言ってることはよく分かったんで、何回も同じようなことを繰り返し言ってたからね、よく分かったんで、ただ、あれだけではね、白か黒かってのは全然わかんないです。僕の思考としてはですね、初日をどうしても黒である確率が高い人を釣りたいです。霊能2枚出てて、どっちかが黒で出てると思うんだったら霊能から手をかけるけど、心境だと見たらグレーから釣りたいっていうかもしれません。私は黒釣りたいから。で、占いが二人で、まあ、囲いも可能性としてはあるんで、僕は片白の人もしっかり精査に入れます。片白を絶対釣りたいっていうわけじゃなくて、片白も他のグレーの人と同様にしっかり精査しますってとこ落としておきます。黒が釣りたいです。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、それは黒釣りたいですよね。でも、例の2枚出てて、4番さん自身が、これ、新居出ててるのか、進路出てるのかっていうのは、検証できないですね。4番さんがどう思ったか。つまり言ってる暇ないですよね、多分。4番さんの言ってることは、まあ、気持ちは同じですけどね。そういうとこついたいですけど。4番さんの言ってることが、その結果によってそうなったかっていうのは検証できないです。3番さん、太が軽くいく。つまり柔軟に考えるって言ってますけど、メモをしないとか否定することは関連性がないし、天気も関係ないなと思ってます。4番さんが言う3番さんが同じことを繰り返し言ってるというのは同意です。最後の2周目ですね。この思ったことはそういうことです。6番のプレイヤーは発言してください。はい、この後の輸入販売業をやっております。よろしくお願いします。村人陣営です。3番さんは
まあ、思考開示というか、まあ、特に色落ちはなかったです。4番さんは、まあ、制裁意欲がめちゃめちゃ高いなっていう、その心意気はすごい伝わってきました。ただ、霊能が2枚出てた段階で、霊能2枚釣り切ってる間に精査意欲を高めて、精査精度をどんどん上げれば、おのずと狼っていうのは浮かび上がると思うから、まあ、そこら辺の進行がちょっと自分は違うかなと思いました。だから考え方としては5番さん寄りかなっていうふうには思いました。だけど、それが白要素、黒要素とはならないし、4番さんは精査意欲すごい高い人間なんだろうなっていうふうには思いました。ですね、まあ、人間っていうのは、まあ、白黒とかじゃなくて、まあ、人物ってことね。7番のプレイヤーは発言してください。なんか、まあ、6番さんの感想なんでしょうね。悪く言うとなんか波風立てないような感じで、まあでもそうっちゃそうなのかと思っては聞いてましたけどね。まあ確かに3、4、5で突筆してここ釣りたいとかこの人おかしいっていう人はいなかったと思うから、まあ6番の精査はまあ普通に静着なのかなとは思いますね。いいんじゃないですか。だって3番とかもわりかしいいんじゃない。なんかその、なんだっけ。言ってたのが忘れた言葉。まあ、3番自身もなんかリラックスしていい感じで行こうとしてるんじゃないんですかって思ったから。うん、ああ、そうね。色落ちないなと思って。役職出ましょう。僕はスムラです。これで行こう。なんか嫌われるかもしれないけど。まあ最低でも霊能だけは出ましょう。はい。この後ね、これ行く。まあもちろん占い師もね。はい、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。まだ一周ね。わかりました。はい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 。分かったらじゃあ連絡いただいてもいいですか。はい、分かりました。よろしくお願いします。はい、おます。はい、はい、助かりました。ありがとうございます。はい、失礼します。あ、すみません。ちょっと電話来てました。3番から始まってるのは知ってるんですけど、3番から7番までほぼ聞けてないです。すみません。2周目、頑張ります。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。占い師で7番が白という結果を持ってます。よろしくお願いします。ですね、端に関しては方法手がかかっちゃうかもしれないから2周目頑張ってねっていう感じですかね。僕の白先が3、4、5に対して、しかも6に対してのロンを落としてるので、僕も特に触れることはないかなっていう感じですが、なんか皆さん優しいなって思いました。僕3番さんに1個だけちょっと嫌な気持ちになったなっていうのは、寝起きであんまり考えれないからっていうワードがちょっと残念だなと思いました。発言自体はハキハキしてて、あ、すごい楽しそうで面白くなるのかなと思ったんですけど、発言の中身にネガティブなワードが入ってたので、まあ、言ってる内容ファッション的なものがすごくあるんですけど、内容がちょっとうんと思ったので、他の人はそれ、そういうのは拾わないんだなって思ったぐらいです。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。9番さんってなんかわからんけど、あんまり芯っぽくないなと思いました。で、3番さんはその寝起きやからフットワーク軽くいきたいって言うんやったらさ、1周目からさ、何占い出てきてとかなんかあったんじゃないと思う。2週目その1です。いっぱい言われて寝起きやけどちゃんと精査できるんかなって思ったのと、で4番さんのその思考っていうのは村っぽいなと思った。片白から行きたいわけではなく精査対象にも含めるっていう言い方がちょっと村っぽいなって思いました。5番さん、6番さん、7番さんは、役出たらって、自分住むらやけどってこんなんやったら嫌われるかもわからんけどって相方に出ろよっていう風にも聞こえるし、ただただ色落ちがない村やったから、あの普通に住むら開示しただけの人はどう取るかかなと思ってるけど、9番さんあんまり芯っぽくないなって思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、今のままだと9番しか出てないですけど、まあ、いいんじゃないですか。1番の、その、ね、9番を知ったと思わない。ね、こんな場所でもいい、そんなことが言えてるんだから、まあ、1番以外で落ちて、ね、行きたいと今日は思ってますよ。
9番が、まあ、1角したら、そうですね。9番の、そのね、片白先を除いて、1番も釣らない。ということで、いいじゃないですか。それ以外の人と、ね、私は勝負する。ますね。大丈夫です。平和村はね、しょうがないんでね。対抗が出ればまだ精査しなきゃいけませんけども。一番だけ釣らなければ、それでいいんじゃないですか。3番のプレイヤーは発言してください。はい。で、結論どうですか？占い師5番が七白。で、8番さん霊能。8番さん霊能ですか？あー、なるほど。感じか。占いに関しては、俺も9番さんがちょっと偽っぽいなと思ったのは、9番さんは月面3番のそこはどうでもよくないって話じゃない。で、7番さん白結果見とって、あと4、5、6が3番に突っ込まんかったからおかしいっていうよりも、別にそこを題材にしなくない誰もって話はしたけど、別にネガティブな感覚とかそういう意味で俺言ってるわけちゃうしって話だから、あの8番を9番さん目線どう映ったんかやし、8番さんあんなんもう、喋れてないわけでしょ、9番さん。うん、3番さんのその別に言葉尻ってそこで黒嘘って言ってるわけじゃないかどうか知らんけど、別にそんなことはどうでもよくて、そこを突っ込めんのがどうなんかなとか言ってたけど、そこはどうでもよくないと思ったけど。だから9がちょっと偽っぽいなと思ったけどなと思ったけど、あの部屋村何度かなと思ったから、でも7状態やってね。で、5が7白でしょ。だから7番さん隠しようとかですね、ほぼほぼ。まあ、よっぽど強靭でもなければ。まあ、そんな強靭っぽくはないでしょうねって感じかな。だから6番さんその波に立てずに、でも、そうなってしまうしなと思うし、1番さん霊能か。ちょっとまだわからんかな、釣り位置は。まあ、6番さんの時点では7番さんのように、その波に立てずにってなってしまう、でも確かになって話もあるし。で、1番さんは、9番さんか、9番さんが4番さんのその、なんやったら制裁欲があるっていうのは、まあ確かに、そこは確かに9番とは意見はあるなと思ってるな。6番も言っとったけどね、やけに気合入ってるよねっていうのは感じるからっていう感じかな。だから前半のちょっと4番、6番の方はまだ印象的いいかな。で8番、霊能やったでしょ。ちょ1番、3、2番、3、2周目聞いてって感じになるけどって感じかな、ついちは。占いに関してはまだ5番の初の話聞いてんから、9番の占い師的の目線しか聞いてんから、5番の話目線を聞いてみると分かりませんね。っていう感じですね。9番さんに関しての印象はそれぐらい。うん。3のそこに突っ込まんかった4、5、6がおかしいっていうよりも、そうって感じだけど、そこ突っ込まんかったからどうってこともないと思うけど。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。1番さんはおかしいというか、説明不足の点があるかなと思ってるかな。だって9番さん偽で感じてたんだったら、ねえ、あと喋ってないのは2番さんなわけで、2番さん以外で9の相方と足り得る人っていうのは誰かっていうのを1番さんは明確に探さなかったよね。うん、だから精査、9番の精査の意欲があったとしても、その、9番が偽だった場合で、強人と置くのか、人狼と置くのかで、また話は別になってくるけど、仮に9番の場合は、いるわけでしょ？相方探しって、1番さんしてないよね。うん。だって、9番さんの相方がいない、だったら多分2番の発言から9とつながる要素が出てくるかもしれないとかっていう発言が出てもいいよね。だって相方探すんだったらね。だって1番さんって9のこと偽で置いてるわけだから、相方探すかご主人を探さなきゃいけないわけでしょ ?9 が偽だった場合っていうのは。その行為を1番は怠ってるから僕1釣りでもいいかなと思ってる。で、9は僕、その1番の9の精査は良かったと思うけど、相方を探すっていう意欲がなかったから僕は1番のお話しか今してない。うん。で、9番の偽要素というか、僕占い師だったら絶対に霊能と狩りに関して指示出したい人なんですよね。僕が占い師持ってたら。うん。で、9番さんの位置だったら2周目でもいいんで、ね、霊能は出てくださいと、狩りは潜伏しててもいいですよとか、あの狩りも出てきてほしいですよっていうのをね、狩りが出るか出ないかっていうところっていうのは、占い師さんによって、ね、考え方が違うから、うん、それもどっちかってことも、9番さんは占い師としての発言はしてないんじゃないかなと思ってるから、9偽で見てます。9、1のライン切りも全然あると思ってます、1釣り。5番のプレイヤーは発言してください。いや、めちゃめちゃ難しいですね。二番さんって、一番さん釣らない進行で、みたいなこと言ったんですよ、平村って。四番さんが一番さん攻める材料として、相方誰なんだって言ったら、じゃあ相方に言って四番さん自身が言えるんじゃないですか。六番さんって四番さんに対して、制裁欲高いですって、ね。三番さんか。
精査聞いてからじゃないと精査意欲が高いかどうかの検証できないですよね。なんでそうとしたんかな。それ風だってことを言ったんですか。じゃあ疑いの目線じゃないか。白つけてね、3番。3番さんに対しては、旧偽って言ってますけど、割と僕、3番さんでしたらきついこと言ってると思うんですよね。新規関係ないですよね。とは軽くいくこととメモもしてって関係ないですよねって言ってるのに、それ古虫ですかって思ってますし、2番さんさっき述べた通りですし、1番さんが旧新北内での旧しかまだ出てない状態で僕は潜伏してるわけですから、なぜそこまで偽って言えるんかな。8番さんがランテージ上げたときに複数上げて、そこに騎士がいたら真っ先に出てほしいなと思います。僕が言うとあれでしょう。今騎士出てくださいって言った。僕が真と決めてるわけじゃないですよね。もしくは7番さん騎士をしといてください。めちゃめちゃ難しいです。6番のプレイヤーは発言してください。はい、まず5番さんは、まあ、共鳴が若干低くなるかなと思ってて、5番さんが強靭であった場合、7に白をかぶせるメリットがあんまりないんで、それだったら、狼だと思われるところに白をかぶせたいって思うから、まあ、共鳴が若干低いのかなと思いましたけど、ですね、まあ、ちょっと号泣の真偽に関しては分かりません。で、まあ、違和感を覚えたのは、まず4番さんは1番さんへ挙げた要素は、まあ、ちゃんと考察された上でおっしゃってたんで、まあ、そこには根拠、4番さんなりの根拠はあったと思います。ただ、うん、思ったのは、4番さん目線1番さんがおかしいっていう論理じゃないですか。だけど2番さんは、特に理由も挙げず1番さんは村じゃねえかな。だから1番以外から、どんどん戦いになる。っていうふうに2番さんはおっしゃってるんですよ。だから4番さん目線、まあ、1番さん気になるんであれば2番さんも同様に気になるんじゃないのかなっていうふうに思って、そうですね、それはすごい思いました。そうですね、2番さんは、まあ、1番さんを村置き、で他との戦いだってことしか述べてないし、そこに対する根拠も何も、うん、まあ、多少上げてたけど、うん、それが村要素なのって俺は思ったし、ね、なんか、まあ、2-1 のラインがあって、それはね、ちょっとやりづらいとは思うけど、2番さんが色見えてて、1番さんに擁護っていうのは全然あるんじゃないかなと思って、そう、チョコの3番さんも4-6とか、4、5、6あたりには精査入れてたけど、1、2で全く精査してなかったのは若干気になって、まあ、4番さんは1叩きだったら2もおかしくなんじゃないかなっていうのは気になって、まあ、7番のプレイヤーは発言してください。1周目に関してね、3番から7番までってね、ほぼ色落ちがなかったと思うんですよ。僕自身分からなかった。3から6まで特に黒い人がいない。けれども、あの絶対ね、ここがね、僕は素村なんですよ。で、3、4、5、6、全員素村なんてこと絶対ありえないから、ここに何かしらが潜んでるのは間違いないけど、それすら分からなかった。それぐらい色落ちがなかったと思ってて。で、それをね、4番がね、1番が9番の相方探せって言ってるの、結構無理難題言ってるかなと思って。ただ、1番自身は9番が偽っぽく見える。でも、7がね、その位置の行動は、あの理解はできるって言って評価を落としてるんですよ。唯一ね。だから、9番、7番、たる要素を否定にはならないけれども、別に7番は違和感がなく9がおかしいって言ってるから、少なからず精査はしてると思ってるから、4のその1に対する言及、暴論だし、そもそもが4番で9番狼っていうか、進路を見えてるんですかと思いました。あ、4番強靭じゃない?2級とかなんじゃない?2番がさ、その9番平和村だからってことをやたらその強調してたのがめちゃくちゃ気になるんですよね。1に対して諭すように。でも1は釣らない。まあ、あの、2番さんに聞くわ。ここで5番と9番が出て、今どう見えているかっていうところを、まあ、4番さんは、ね、2番は1番釣らないって言ってる中で、4番は1番に対しての言及が、6の言ってる通り、にもかかわらず2番に触れなかったら、2番は4番のことどう見えてるか、と5番、9番どう見えてるかのアンサー次第かなと。で、1番は別に評価はできるんじゃない ?1 級のライン切りでやってるって4番言ったけど、やる必要もなくね。
もちろん新占いが出てくるから分かってるから9殴れるっていう1級が絶対ないとは言わんけど、それが1級たる要素にもならないと思ってるんですよ。で、4番も9番が偽に見えるんでしょ？だったら4番のやってることも1番と同様よ。で、9、1って4番を無理やり上げてるけど、それ要素にならないと思ってるから、4番は1番に言及できないかなと思ってますね。4は釣り対象でいい。8番のプレイヤーは発言してください。4番先死あります？釣り1結構上げられたんですけど。あ、騎士ですね。わかりました。他の対抗ないですね。いや、結構もう僕の前2人が、釣り1、4番上がってたんで、4番から出てきたのは結構でかいかなと思ってます。4番さんに関しては、真と思った占い師を絶対守りたいっていうのであれば、守ってもらっても結構ですし、黒が押したんじゃないかっていう目線があったら、僕にご用意してほしいです。それは占い師の真が明確についてればですけど。じゃあ、今日釣り1は、どうですかね。じゃあ、1、2、3でいきましょうか。4番さん1番上げてて、一応4番さんの目線もはっきりさせたいんで、1番さんも含めさせて、1、2、3でお願いします。2番に関しては1番釣りたくない理由っていうのが僕は明確ではなかった。1に関しては、9番に落としてる言及っていうのは、多分あくまでも僕はフィーリング範囲内だと思ってるんですよね。だから4番さんの言及は、9番がじゃあ、狼か狂人で見てる発言を落とさないといけないって言って、落としていて、相方位置を話してないなら分かるんですけど、話はちょっと持ってるんで、はい。2周目聞く余地はあるんじゃないかなと思ってます。2番に関してはほぼ精査を落としてない、本当色落ちがないって感じだったんで、そのぐらいですかね。今日じゃあ1、2、3で、同票になった場合は、4番さんの投票に合わせてください。同票になった場合はですね、はい、そのぐらいです。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。率直に理不尽だなと思いながら聞いてたぐらいですかね。似せたる要素が自分で分からなかったので、下以降頑張ろうかなぐらいですけど、初週の自分の白助の7の言葉を借り、6がそういう評価になるっていう段階で色落ちがしない状況か、8に関してはこのままだったら2週目釣りますよって発言を落としているにもかかわらず、3番は9が8に対する言及がなかったとか言われたら、もうどうしようもない。で、3のそのネガティブ云々観念に関しては、そのパッションでこう言ってるけど、言葉の隅々はね、いろいろ拾っていきましょうねっていう話だったから、それで占い師っぽくないって言われても、どうしようもない。話すことがなかった。かな？ぐらいじゃないかなって思ってるけどね。ね、1に関しては、思ったのはその9に対する、その似せたる理由だけ言ってくれって感じ。4はね、狩りだったけど、結局1がその9に対して、指摘してるのはすごいわかるんだけど、マイナスポイントがあるからって言って、1にすごい冷たいなと思って聞いてたから、別にそこ1まで激釣りって感じじゃなかったから、理由だけ教えてって感じかな。なんか7にも9にとか言われたけど、2番は今日はあんま釣りたくなくて、その2の論提示で、その、この他にない状況か、2が出なかった場合、平和丸盤面の時に1が絶対釣られちゃうけど、その発言できる1番っていいよねって 2地点の評価だったから、これ2番結構いいなって、って思ってたけどね。ぐらいかな。だから現状なんか、6はごめん、全然わからん。6に関してはわからん。何言ってるかもわからんかった。ぐらい。1、2、3って言われたから、俺は2番釣る気がなくて、1は俺に対する言及次第かなって感じ。かな。3はわからん。1周目、それで2周目あったけど、多分トップバッターだから発言できないよねぐらいの感じだから、一応発言聞き回すぐらいにはいけません、自分は。1番のプレイヤーは発言してください。はい、私の1で1周目ね、私の1で9番さんしか出てへん段階、9番さんを偽っぽいなって、別に偽しをしたっていうか、真っぽくないって言ったらわかるかな。絶対9番占い師じゃないわと言い切れる要素はなかったけど、9番さんのその3番さんに触れたところと、で7白持っていて、で8番さんがあんな感じで発言終わった時って、9番さんの、発言っていうのは真っぽくなかったから、9番さんは真っぽくないって言ってるんですよね。
かといってどうなるか分からへん場面、9の相方精査っていうのはできひんと思ってるし、7番さんが言ってくれた通り4番さんはちょっとひどいなと思ったけど、でも4番釣りではないやろって、4番さん自身がだってまあいいか、仮やったから。でも多分私3番9番3級ローかなって思ってる。教授に関しては分からへんくって。で3番さんってだって、9番が8番への精査って今言ってたけど言ってたし、でその位置でなんていうんかな、全然大丈夫みたいな感じ出しといての精査っていうのが変やったのと、で2番さんって、私以外を釣ろう、もうそれでいいやん平和村やしって言ってるってことは、2番さん視点は私を村で置いていると思っているから、私に黒塗りっていうのは準備も何もしていないから2番さんは置いといていいと思ってるんですよね。でも4番さん視点、何視点を詰めたいんやったら私釣りでもいいんですけど、でも黒を落としたいのなら3番さんやと思う。はい、それぐらいかな。それぐらいなんですよね。なんか3番さんと9番さんのそのタッチの仕方が変、お互い。2番のプレイヤーは発言してください。うん、難しいですね。誰も触れてない6番を釣るべきじゃない。5番、9番のね、9番7白でいいんでしょ。だから6番でいいんじゃないですか。9番6白じゃないよね。うん、だから6でいいんじゃないですか。うん、すみません、9が6の場合はちょっと違うんだけど、7でいいんでしょ。村結構強いじゃないですかって思いますけど、うん、わかんないですよ、これは。私は一応自分の意思を曲げずに4番行きますよ。まあ、9番がね、私を釣りたくないと言ってくれて、これはね、何の意味なのかわからないんですけども。まあ、真であったらいいですけど、5番も真の可能性もあるんでね。まあ、1番も発言伸びてますし、3番も本当に人狼かわからないです。だから6番が誰からも触れられてないのはおかしい。うん、という、もうすまん、眠いからもういい、悪役疲れたから、もうドス黒でいい。もう眠いから、見せてしまった、早く終わんねえかな。もうちょっとすまん、悪いけど、もう1釣れねえから、もう。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。早く釣られて、早く帰るわ。さすがに寝るわ。2番のプレイヤーが選ばれました。2番のプレイヤーは発言してください。はい、私は村ですよ。なんで私が釣られたんですか。夜が来ました。目を閉じてください。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。3番のプレイヤーは発言してください。で、例の結果は黒、あ、2番黒ないな。あ、ちゃんと4番さん8番森かな。2番黒落ちてんねやったら195ちゃう、うん、195釣り切れて勝ちですね。俺からしたら6番さん白いと思うし、2番が黒やったんでしょ。やけに1番かぼうでしょ。で、一番三目線はおかしいなと思ったら、3級って言うけどね。
そんなにって話だよね。俺、別に9番に言ってるしかも9番が俺の相方やったら、そんな、何やったっけ。サンマがどうなの、どうたらこうたらとか、そのネガティブな部分をいちいち拾うかな。なんなら。で、いや、で、5番さんが6白やったっけ。5番さんが6白。で、9番さんが。で、9番に関しては、なんで俺占いじゃないのって話だったんね。1白。9番さんは1白やろ。9番さんって俺疑ってへんかった。なんなら。1番さんは1番さん白。9、1、5つり切りで俺かしたら勝ちですね。2で押してるから。はい。5、9、9、5、1の釣り順でいきたいかなって感じだな。うん。だから9、1、5でもいいかなっていう。どっちでもいいですねって感じですね、俺からしたら。うん。5番が死んちゃうと思うけど。で、5番さんが6しろって言ってるでしょ。うん。で、5番さん俺を狙ってくれてもいいし。なんなら今日9から落として。はい。って感じ。で、5番さん目線3勝で出たらもうそれでこそもう重きなく死んでいってくれたらいいでしょ。あと9、1釣り切ってくださいって言ってくれたらいいでしょ。うん。俺もそれでもいいし。多分5番さんが死んやと思うから。9から切って。で、5番は俺売れないで。で、1つって終わりじゃん。うん。それでいいんじゃないですかね。4番さん、7番さん、8番さん。はい。まあまあ、7番さんの教授はないと。家庭でね、今のは。まあ、4番さん、8番さん、それでいいんやったらどうでもいい。どっちでもいいですよ。9、1、5、釣り切りですね。って感じですね。俺からしたら。はい。うん。言うことはない。まあ、2番合格やったら、2番がやけに1番をかばってたか、まあ、6番はないと思うからな、やっぱり。僕番が死ねと思うし、2番が、で、9番も2番は必ずや言うとったやろ、確か。で、2番は結論、だって1番は失礼やと。1番は9が怪しいって言ってんねんから、2番さん目線で1番って白くなるのっていうところやね、2番さんが欲しい。だから2しちゃう？はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。まあ、占い心境だったときは1、2濃厚だよね。うん。占い心境だったときは1、2濃厚。1、2、じゃあ1、2心境じゃないわ。占いが神教だったときは一人濃厚だね。占い神道だった場合はもう占い引き切ったら終わりだから、うん。占いから手かけようか。ね。9番から行こうよ。9釣って5釣って終わんなかったら、1釣ったら終わりでしょ。2番が6釣りたいとかって言って、誰も触れないから6っていうのはおかしいからね。どう考えても。うん。触れてないから黒いっていうのは黒の、6番さんの黒要素にならないからね。6番さんの発言を拾って黒いと思ってる部分があって、なんで誰も触れないのって言うんだったら2番さんの言ってたことは通るんだけど、誰も振らないから6投票でいいんじゃないっていうのは、超不当だよね、と僕は思ってたんで。うん。はい。まあ、まあ無理でしょ、これ人外が勝つのは。うん。9つって5つって終わんなかったら1でしょ。うん。と思ってるけどね。うん。今日9釣って5番さん1占いしてください、一応。ね。9の占い先なんで。5番さん1占い。9釣って5番さん1占い。で、8番さんが死ぬ。うん。勝てるでしょう。うん。ああ、よかった。8守っといて。守りなしにしようかなと思ったけど、8守っといてよかった。はい、9釣り。5番のプレイヤーは発言してください。最後の2番さんの発言で見いけない人ってすごい変だなと思ってました。6番さんがあった理由は、それでも6番さんが色落ちがやけに少ないなと思ってました。さんまさん、明確に9にヘイト向けてるんで。そこは、そこ自体ははっきりしてるなって思ってました。多分9、1だと思ってるんですけど、1番さんは9が新っぽくないって繰り返しながら、2番さんって1をこう、釣らないよって言って。その2人を9番は1にも2にもいかないって話になってる。9の偽がこれで分かると思うんですよ。急釣りでお願いします。6番
のプレイヤーは発言してください。まず占い精査なんですけど、信教の可能性がめっちゃ高いなと思ってて、っていうのも5番さん9番さんが新郎であった場合、2番さんに投票してる場合じゃないんですよ。1でも他のところに、まあ、6でもいいけど票をね、うん、いや向けなきゃいけなかった。ここで2番さんずりになったのは結局号泣が信教で、まあ、盤面が見えてなかったからっていう可能性が非常に高いかなと思ってて、で仮にですよ、明日俺は今日3番さん詰めるべきだと思ってて、理由としてはこれは信仰の問題ね。また4番さんの言う、あの、精査を深めることで、まあ、村が勝つ確率が上がるんじゃないかと。精査意欲が、まあ、高い4番さんには多分理解してもらえると思うけど、今日完全グレーの3番さん詰めます。3番さんがローであればゲーム終わります。3番さんが仮に村だった場合、申し訳ないけども、明日はクロスが飛びます。クロス、1、6ね。で、そこで、まあ、紙が発生するかもしれないけど、まあ、発生しちゃったらしちゃったで、対抗、ね、残った方を釣ればいいし、そうなった場合、1、6の議論になるけど、まあ、その議論を深めることで、じゃあ、ね、9、5、ね、9、5に紙が発生した、その対抗を釣る、そうなったとき、最終的に1、6の議論じゃないですか。だけど、これっていうのは、まあ、村が発言を、1番、6番の発言を聞いていくことで、ああ、じゃあ6番白いね、じゃあ1行こうになるのか、1が白いね、じゃあ6に行こうってなるのか、そこはもうレベルの問題だと思う。だけど、議論を深めるってことがね、できて、号泣を釣り切るっていうのは結局議論放棄になっちゃうから、最終盤面で、結局、じゃあ1、3、6どこっていう話になっちゃうから、だから今日は3番さん申し訳ないけど、釣り縄飲んでもらって、で、明日クロスやるべき。で、4番さんは9、5、どっちか死んだと思う方を護衛する。これが一番勝ち筋高いと思うよ。7番のプレイヤーは発言してください。まあ、1、3ロラでは勝てるんじゃない？僕、1、2には目、2、3じゃないかなって俺も思うんだけど、4番がどうしても1番釣りたいっていうから、1番釣っていいんじゃない？そしたら。4番は5番護衛するだろうから。1で終われば終わりだし。終わらなければ3番が角黒って状態でしょ。もしくは2級か、3番が白だったら2級か。もうね、6番の言ってる通りでね、もう5級がね、あの、新境にしか見えなく、そうなった時に5番って7番、僕はスムラ自称してるところに、白被せる狂人は、まあないと思う。俺が役目がまだあるんだったら、そのワンチャン狂人名を消すのに5番は7番に白被せる理はあったとしても。まあ、あの段階ではないと思うよ。俺スムラって言ってる。それを信じるんだって。だから、そうなると5番、2番が見えるかって言ったら、果てしなく5番が真に見える。だから、まあ、結果どこ釣っても勝てるんじゃないかなと思って。まあ、4番、1番冷たいみたいだから、1攻めでいいんじゃない ?1、3、9でも。ああ、一応強靭ケアするんだったら、1、9、3で釣ればいいのか。そしたら。5番が3番黒って言った時に3番ストレートに釣るか。だからもう絶対に4番、5番超えじゃない ?9 釣る必要ないと思ってますよ、今日。1か3詰めればいいと思う。まあ、6番は3番って言うとき、どっちでもいいと思うけどね。4番は1番冷たかった。進めていいんじゃないですか。そんな感じ。2番狼だよ。で、1、2、3の欄になったでしょ。1、2、3の欄に出て2番って6番行こうって言ってるんだよ。1、2だったら別に3番詰めればいいんじゃないの。3番の発言終わってるんだし、2番エンポジなんだし、思いますけど。だから2、3の方が見えるかな。2番は1番釣らないって言っちゃってる以上、6にヘイト飛ばすしかなかったんじゃないかなって、2番、3番が見える。8番のプレイヤーは発言してください。あまり2番1番には見えない。2番に、あと俺は3番詰めて明日2番を確定で釣りたかったんですよ。2番ってまず4番引きたいって言ってたんで、あ、まあ、ジンガーアピールしてるなと思ったんで、まあ3番詰めて明日2番を釣る進行を取りたかったんですけど、まあ結果2番釣れて2番黒結果なんで、2番1番のやる手には僕は見えなかったですけどね。じゃあ、5番、9番が新境に見えてた場合って、じゃあ5番が、6番が取った通り、7番に白打ちがあんまり強じめてないんですよね。じゃあ9番からでいいんじゃないですか。で、5番が1番の色見たらいいじゃん。で、1番白が出た場合、各白で、あと3と6の精査に入ればいいんじゃない。はい。9番からいきます。まあ、9番さんの指も追ってるんでね。はい、9番のプレイヤーは発言してください。俺の芯追ってて俺から釣るってもうほぼほぼ芯切ってる進行だし、村の議論が一応怪しんでる状況下で俺釣りっていうのがもう納得できないなって思ってるかな。一応占った理由としては、1がその9が8に対する言及で、1が3番に問いただしてたのって、その把握漏れの部分だけで、
1視点は9が8に対して言ってたことに対して思うことがあったって発言を残してるから、その把握漏れはあろうが1、3って多分言ってること同じだろうなと思ったから、1が言ってることおかしいなと思って占ったら白だったっていうだけ。いや3つったら終わるかなってちょっと思っちゃってる自分もいるがって感じかな。3視点って5が真と思ってて6白結果を持ってる場合って、まあまあいっか、これはいっか。その7が主張してるけど、その5番が強靭足りえないのねっていう話をしてて、でも自分から見える視点って5が偽で、強路を分かってない状況下で、6番のその提示ってすごいいいんだよ。そのなんか3完全グレーつってクロス飛ばした方がっていうのは、多分俺もグレー視点にいたら絶対その進行取りたいなって思うんだけど、自視点からだったら飲めん、飲めない。自視点からだとそのグレー視点は6の進行が多分すごくいいと思うんだけど、自視点だった場合って、5がローで6が強の可能性があるから、3つってでこの状況下9が偽って思われて1が黒って思われてる状況下だから、その進行は飲めないから、自視点は5から行ってほしい。で、6、3の色を見せさせてほしい。で、村視点1が黒って思って決めつけてるんだったら5の結果やらなくてって思うし、6白結果で1、3でやりやったらいくないって思うから、俺に占い結果をちょうだいって思ってるから5番に行ってって感じ。1番のプレイヤーは発言してください。私2番さんが、変わらずに4番に行くって言ったから、2狩りがあるんじゃないかなと思ってしまったんですよね。と、まあ、黒やったんですけど、だから4番3視点、1を絶対そんだけ黒しするのならもう私ずりからにしてほしい。言ってること分かるかな。9番3釣って5番3釣って、で、最後に1釣るっていう進行を曲げれへんにやったら、もうそもそも私ずりからにしてほしい。6番3は村やと思っているから、私を釣った後3番釣ったら終わると思ってる。で、2番3が黒やだから、2番さんが平和村ですねって言い切ってるところから、ご教授も全然あると思ってて、で5番さんって2番さん黒って言ってんのに91かなとか言ってたのは拾ってへんのかなみんなと思ってるから、5号 A はいらんと思ってるから7号 A でいいんじゃない。それか9番のシーンは全然あると思う。5号 A は絶対いらんと思ってるんですけどね。だって5番さんが新占いの時に2番黒を見て91かなとはならんでしょ。だって2で絶対黒が落ちてるんやから。じゃない？多分2、3ローのご教人と思ってる。わからんけど。なんか9番さんが8番さんに8番が釣り位置に上がるから2周目頑張ってねって言ったこと。私は別にそこは。9視点、9が本物の占い師なんやったら、もう8釣り一択やったんじゃないんかなぐらいまでは思ってる。でも3番さんは、9番は8番に何も言っていないみたいなニュアンスで喋ってたから変やでって言ってるの分かるかな。だし、全員1番投票。これは4番さんの視点を、更新させてあげたいのと、思考ロックをやめてほしいから。多分3で終わると思ってるけど、全員1投票で。投票を始めてください。5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言してください。何この理不尽な感じ。何この理不尽な感じ。わけがわからん。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。もうわけわからんわ、ほんま。わけわからん。じゃあ、8番、3番ありがとうと思って、6番黒じゃねえかよと思ったら6番白だったんだけど。だから、3黒になっちゃうね。3、どういう思考だろう。5が釣れた場合、そもそも5が釣れると思ってなかった。1釣り1じゃないでしょ、5を占い行った方が良くなかったっていう議論展開したかったのかな、3視点。で、5を釣れちゃったけん、ああって感じなのかな。まあ、多分8番は俺が言った意図を汲み取ってくれたのかなって感じで、まあ、自主点だった場合ってその、まあ、自分がグレーだったら6と同じローンを提唱するけど、まあ無理だったよねって感じだから結果3黒なんだよね。3の思考なんだろうな。ごめん、あの普通に83が5を言ってくれたから、83が5を言ってくれたから6黒だと思ったら6白だったから何も考えてなかった。どういう思考？ 5 行って9釣って1を釣りたかったってこと？それとも1釣れる流れだろうと思って5番に手を、表を合わせとって自分のヒットポイント上げながら1釣って9、いやでもどっちみちあの流れだったら1釣って3釣る流れだったから、わからん。そこの思考にたどり着けんな。3がしたかった行動がわからん。参加したかった行動がわからんな。ごめん。読み切れんわ。読み切れない。読み切れないけど、占い結果は7番が白で6、1番が白で6番が白っていう結果を持ってる。まあ、昨日言った通り、6番強靭で5番ローの可能性があるから、占いから言ってくれって発言をしたぐらい。はい。まあ、3番が黒って自分わかってるんで、まあ、議論進めてください。1番のプレイヤーは発言してください。6番強靭の可能性があって6占いっていうのはちょっとナンセンスかなと思ってるから9釣りからでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、で9視点ってもう3がロー確定なんやから、別に3番さんがどういう思考でどういう風にしたかったっていう精査って別に延長してまで喋らんでもいいかなと思ってるし、で、5ローの6強靭で見た時の6占いじゃなくて、じゃあ3占いじゃない、変じゃない9番それは。9の芯も若干あるんかなと思ったけど、それは通らへんと思ってるから9釣りでいいかなとは思うけど、でも心境で見たときは絶対3やと思ってるから、どっちでもいい。4番3に合わせるけど、でも今のは変やで。9番、絶対通らへん。それは3番のプレイヤーは発言してください。そうやねんな。俺もだから1番も無駄かなと思うかな。どっちでもいいよ。3、9、ロラでいいと思うで。9が多く見えたらおらんしね。俺5番、ごめんやけど6番さんにももういいけど、6番もしかして6、2、6ローあるんかなと思って、5強靭の、9真の、1番白かったしか思って、ワンチャンあるかなと思うけど、9番が6白なんでしょ。6角白でしょ。それもなくなったことでしょ。とりあえず今日9番行って、終わるんかな。終わらんかったら1番って話なんだけど、って話なんだけど、ってだけ。あとは4番に任せようって話。俺からしてもね。でも9番で終わるんちゃう？ 1 番黒くなかったと思うねんけどな。ラスであんなんする自分自動票すると思うから。で、じゃあ俺からでもいいよ。もう4番さんが1番無駄やと思われたら、俺も1番無駄やと思うから。3、9ローラーでいいんじゃないですか。3、9で。3、9セットで。はい、以上です。4番のプレイヤーは発言してください。これ9から行くべきですね。強靭が生き残ってる場合っていうのは、まあ9号で強靭の可能性もあるんですが、角白の6番、7番で強靭がいた場合って、3から行った場合は、もうゲーム終わっちゃうんですよね。だから今日は9から行く。
6番のプレイヤーは発言してください。なんか4番さんの発言途中から聞こえなくなっちゃったんですけど、まあ、聞こえる程度お話しさせていただきます。まず1番さんがローで、あそこで3番さんローだと思うけど私釣りでお願いしますって言って自投票で 1,2 ローローだったら本当殺傷しわけわからない動きを 1,2 で繰り広げてたってことになるから、まず1番はありえないと思ってて、また9番さんも強靭であれば6に黒を打っときゃいいわけだから9番さん強靭はめっちゃ低いかなと思ってるから、まあ、結論は3番さんローだと思ってます。昨日の盤面はまあ3番さんを落とすべきであって、そこでクロスを飛ばし合うことでその黒を出した占い師、また黒を打たれた、まあ人が発言精査で結局ボロは出てくるわけだから、カングレの3番さんを落として、まあ、進行すべき、それが村としての勝つ確率がめちゃめちゃ上がるって俺は思ってるから、そうですね、まあ、3番さん釣りにならなかったのは残念かなとは思ってますけど、まあ、5番さんも死んであれば、まあ、なんて理不尽っていう話を3回ぐらい繰り返して、まあ、終わってたんで、まあ、5番さん強靭面も全然あるかなとは思いました。そうですね、まあ、結局、9号ともに2番さん投票して、2番さん黒が落ちてるってこの盤面で、9番さんっていうのは勝ち筋なかなかない状況を作り出してるわけだから、まあ、9番さんローっていうのはまず持ってないと思ってるし、それでもどうしても4番さんが9番さん行きたいっていうんであれば、まあ、9番さんに行きますけど、まあ、そうですね。まあ、じゃあ自分、スムラの自分が噛まれるわけはないと思いますけど、まあ、噛まれちゃって、た時のために遺言残しておくと、3番さんに言ってください。3番さんって1週目の1日目の2週目1,2精査放棄してました。4,5,6 についてずっと触れてました。3番言ってください。7番のプレイヤーは発言してください。なんかちょっと強靭っぽいですね。6は急に9でいいんじゃない。俺4番さんだからさ、こうなるから4番に合わせて1行こうって言ったのに、6番も無視して3番言ってるし、4番で5番釣られてるじゃん。だって9番って6番強靭で見て強靭っぽいけど占ったみたいなこと言ってんでしょ。だって5つった時点で終わんなかった5番強靭やん。何言ってんの。それで9のシーン追うの。6番もどうかしてると思うよ。9行って終わらなかったら3一精査で、まあほぼほぼ3番行きますけど、まあ9で終わる可能性もこうなると出てくるんじゃない。ただまあちょっと待ってね、どうだろうね。まあ、6番がそんなに3番釣り急ぐ必要がないんですよ。今日は昨日は 1,3 に手かけていい盤面で、今日はダメです。グッジョブがそもそも起きてるから、まあ、9,2,5,2 が絶対ないわけじゃないんだよね。で、2番の黒を見せたくない紙なわけでしょ、もともとは。だから全然9番釣りますよ、今日は。で、終わらなかったら 1,3 精査ね。1,2 にはぶっこ見えないから、9でもし終わらなかったら3番いきます。はい。9番の限度おかしいから、6番強靭見えないから、だって5番つって終わってないのも5強靭確定してるから、排除で。投票を始めてください。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。なんか悲しいなって素直に思った。延長してまでそんなこととか、5番釣った段階でとか言われてるけど、あの5ローの可能性があって6強で、5釣れた瞬間に5強ってなるじゃん。ってなった時に、じゃあグレーから行きたかったっていうのが自視点から見た場合、6番が怪しくなるから6番占ったって言ってるだけであって、下せんなって感じ。延長してまでとかいろいろ言われたけどね、下せないなって感じ。まあ6、7が3言ってくれるって言ってるからもう何でもいいかなと思ってるけど、いやいやけん昨日の段階では5番ローで6番強の可能性があって、5番釣った段階で5番があれだし、で6番がその3に3から手をかけたかったっていう思考があるから、5釣っておらなかった場合って6番ローに見えるよね、3、8が5に行ってることからも6ローに見えるよねっていう話をしてるから、俺多分言ってることがしてないと思うよ。うん、はい、3言って。夜が来ました。目を閉じてください。
朝が来ました。昨夜死んだのは、6番。7番のプレイヤーは発言してください。4番、グッチョブ起こしたかもしれないね。絶対4回目だろうと思ってたけど。僕3番にしか行かないです。ごめんなさい、もう。一応3番、1番の話聞きますけど。でも言った通り。21が見えないですね。21だった時に号泣新規を確定盤面で、1番がそこまで9番に対して偽し、まあもちろん2番が出る前提で、花から新占いかもしれない人をぶん殴りに行く、1番、2番、狼だったら、まあ絶対やらないとは言わないですけど。まあ普通に1番は9番に対して偽っぽいっていうのは、まあ思ったことを言ったんじゃないかなとは思います。4番はね、その1番に対して9番の相方位置どこだっていうけど、そもそも9番が強靭か狼かの言及はしてないと思ってるから、1番は9番が偽っぽいって言ってただけだから、うん。で、1番、2番で、これやりますかね。2番が4番に投票してる様から、1番は2番が騎士に見えたから、2番でなく3番に行ったわ。全然筋は通るから。うん、まあ、1、2でそれを、その連携を取るために2番が4番になんか釣りますって言ったようには僕は聞こえないから、いや、わかんないですけど、一応、まあ3番の方が濃いかなって、普通にストレートに言って、21よりも23かなと思って。まあ6番さんの遺言でもあるんでね、はい、3番に行こうかなと思います。1番。のプレイヤーは発言してください。はい、だからその私の投票行動と21のラインっていうのが、あの拭いきれへんにやったら、さっきの週で私を落としとくべきじゃないと、4番さんの、思考ロック、4番さんが私への疑う視点というのは拭えへんと思う。私がどんだけ発言をしてもと思ったからなんですけど。9番さんおかしいよ。だから、もう死んじゃったけど、多分急遽やと思ってるから。間違った。じゃあ急遽やろ。わからん。5番も今日あるかもわからんけど、ってなってきたら、2、3で2番が平和村って言った時の3番さんが、2に触れへんかったのがおかしいやろっていう、6番さんは村。なんて言ったらいいのかな？どう言ったらいいのかな？多分分かってくれてるとは思うんやけど、3番、どうやったら伝わるかな、4番さんに。4番さん視点だって、1、2とかはまだ全然あるでしょ？だから3番、2番さんが平和村って言い切った段階で、3番さんが9番にだけ触れての、1、2精査。なし。2番が言い方やから、1にも触れられへんわけでしょ。2番は1番のことを謎に村を期してるから。ぐらい。もう分からへんねやったら、なんか質問言ってくれたら投票にしてもらって、何でも答えます。3番のプレイヤーは発言してください。まあ、俺死んだから急遽1、2、6になってしまったというよりも、4番さんが もしもうちゃんと聞きたいってなったら、俺もちゃんと整然と理論を組み立てて、1番の一応1、2の黒要素を上げていくけども、4番さんが無理やったら3来て村負けたなって感じやって感じかなって感じ。7番さん1、2見えへんって言うけど、めっちゃ俺目線は1、2も一応見えたけどね。結論9強陣やったんだけど、当たっとったでしょ。で、1番さんも1周目の9番にしか精度がないって言ったけど、1周目ではお前5番さんの占い視点の話を聞いてないって言ってるわけやから、9番の占い視点の話が聞いてんから9番にしか触れられるのは当たり前で、1番さんに言われてるけど。で、1番さんが白くなってても自投票だけでって話だよね、はっきり言って。発言でって感じで。で、3番2番でいいです。2番に話がないって言うけどやで。あの村では平和村になったわけやでしょ。で、9番に支給んで、5番、9番の精査で9番の方が偽っぽいってなるわけでしょ。1番さんとは視点が合うから、2番さんも、1番さんとは9番の占い精査ではね、視点が合うけどもう言いたくなったわ。しかし、9番とは占い視点が合うわけやん。で、2番さんは1番は白いって言ったわけやん。でまあ、とりあえず、じゃあ、一旦占い精査に戻りましょうかってなるわけやん。で、判断話して5番の話聞いてんのにね、今1番に言われたけど、もう7番もにも伝わってほしいけどね。俺、スムーズに済むらやし、1周目から。何もないし。だから21にしか見えへんねん、俺からしたら。21とにしか思えへんというか、7番さんのその21に見えへんっていうのが、俺からしたら意味がわからんって話になる。俺の視点に立ってみてって感じやで。結構見えるよって話やで。結論ねって話やし。
もう結論最初から振り返ってみればって話だったしね。7番さんがその6番さんに、ね、じゃないといけない。なんて。風波がただようにしてるな、みたいな感じだったでしょ。そうやねん。だから確かに4、5、6で黒いところがおるってよりもって感じやけど、でも2と1に関してはまたちょっと違う感じがするやんって。2番絶対1番釣りませんやねんか。そんなあからさまにと思うやろってことを言いたいんでしょ、7番さんは。でも俺からしたらあからさまにやられてたってわけやねん。逆にね。っていうことが伝わればなって感じ。もう伝わらなかったら村負けですねって感じかな。1釣れたら村には伝わったと。感じやけど。はい。4番さん次第です。以上。4番のプレイヤーは発言してください。どっち入れるか決めました。入れます。投票を始めてください。疲れましたね。疲れた。出ます。負け馬かとは疲れたから。試合連続陣内させられない。眠たかったからか。眠りながらやったけど、無理だ。3番のプレイヤーが選ばれました。アバイテは5番が。ゲーム終了。村人の勝ちです。いや、無理よ。